はい、皆さんこんにちは。昨日はオーバンという今画面の右の方にありますラウドネスメーター、これを解説しましたが、申し訳ないことに僕もこのソフトを見つけてあまり詳しくないまま皆さんにご説明をしてしまいました。もっともっと便利な機能がありますので、これは最高のラウドネスメーターです。その使い方とか仕組みとかを今日分かったところを皆さんにご説明したいと思います。まずはもう一度復唱になるんですけれども、セッティングするところというのはこのセッティングタブというところです。そこで自分が鳴らしますオーディオインターフェース、これをここで選ぶようになります。日本語がちょっと文字化けしたみたいになるんですけれども、想像で選んでください。僕の場合は一番上の USB2.0 デバイス、これで音を鳴らしています。そうしまして、もう一つ設定するところがこのディスプレイというタグです。最初はこの9というのになってるんですけれども、これを18、これにしてください。そうしまして、リアルタイムに音圧を調べたりするのには Windows の場合でしたらフォトというソフトが最初から無料でついてきます。これが案外いいです。いや、フォトじゃないといけないということはないんです。どんなメディアプレイヤーでもいいんですけれども、なぜフォトの話をするかというとですね、ボリュームがとっても便利に設定ができるんです。はい、ボリュームはこのようにですね、音量の調整ということでスピーカーマーク、ここにやるとですね、ここで 100% というのにできるんです。必ず 100% にしてほしいんですね。そしてこれを再生しますよね。はい、そうしまして、このボタンをオンにします。はい、このように振っています。今 13.2 とかいうぐらいのラウドネスになっています。でも、このボリュームを小さくしたとします。50% ぐらいにします。すると、このようにラウドネスが下がるんです。ですからここで何を説明したかったかというと、メディアプレイヤーのボリュームは必ず100、これにするということがとっても大事になります。こうしないと正確なラウドネスが測れません。そして僕の仲間とかにちょっと基礎を教えてしまいました。 Windows の場合、このボリュームですね、例えばスピーカーから流れてる音とかは、この Windows の右下にですねスピーカーマークがあったりして、ここでボリュームを変えれるんです。これがボリュームを仮に半分にしても、この計測は全く変わりありません。これを大きくしても変わりがないんです。大事なのはこのメディアプレイヤーのボリューム、これが100になっているということです。このようにしてリアルタイムには測れるんですけれども、機能の説明ではここまでだけでした。でも一回終了します。そうしまして、ここに MP4 のデータがあります。これの優秀なのは、動画ファイルであっても、そして音声ファイルであっても、音声ファイルというのは WAV ファイルとか MP3 とかです。それが動画音声に関わらず全部ちゃんとアナライズできるんです。そのアナライズのこと、これ今日初めて言うんですが、こちらのタブなんです。はい、ここで波形が見れますよね。ちょっとこのところ一旦消します。例えばこの動画を分析したいときは、この白い枠のところにドラッグ&ドロップするんです。そうするとこのように分析が始まってくれるわけです。
はい、このように波形分析して青いラインがありますよね。これがラウドネスのラインです。ですから、だいたいマイナス14ぐらいになってますし、そしてインテグレーテッド、いわゆる平均のような値というのは、ここで 13.1 というふうになっています。YouTube の場合、13から14ぐらい、最小でマイナス 15LUFS。まあ、ここでは単位が LKFS となってますが、LUFS と LKFS は基本的に同じものだと思っていただいて結構です。このように 13.1、バッチリこういう風に見れるわけです。例えば、これもう一度消してみましょう。今度はここに全くこれを音声ファイルに変えた MP3 がここにあります。同じようにしましょう。同じように分析されます。ちょっと動画より早いでしょうか。はい。この音と、そしてさっきの動画は同じですが、まあ微妙に精度という問題で若干 13.5 というふうになっていますが、まあこれは誤差の範囲と思ってください。MP4 から MP3 を抽出しましたので、その時に若干の変更があったものと思われます。このようにしてアナライズが簡単にできるようになっています。あと重要なのは上から3つ目、ピークですね。これがマイナス 0.5 デシベルフルスケールという風になっています。0デシベルを超えていませんので、音割れなどもないようになっています。このようにアナライズというのができますので、リアルタイムに追わなくってもいいので、とっても便利です。そして、ここでちょっとこのプラスマークを押してですね、どんなファイルが読み込めるかというのをちょっと見てみましょう。今、青いところにありますように、WAV とか、BWF、AIFF とかですね、FLAC もできますね。そして、ここに Windows Media Video、あとはですね、M4A ですね。これも Apple とかの動画形式ですね。そして MP4、M4V、そして Movie File、こういうものもできますし、AAC もできる。AAC というのは音楽ファイルですね。こんなたくさんのファイルに対応しているということです。ですから、ほとんどの動画ファイル、音楽ファイルは、ここに読み込んで分析ができるということです。ドラッグ&ドロップで、ここに投げかけてくれたら、すぐに分析が始まります。まだまだ細かい使い方では、もっと便利なこともあるのかもわかりませんが、リアルタイムに計測する、こちらのメーターズというところと、このアナライズ、そしてセッティングで冒頭に言いました2箇所、オーディオデバイスを設定して、そしてこのメーターレンジというのを EBU プラス18スケール、これに変更する。これが最低限のオーバンの使い方です。こんだけ覚えておけば、もうどんなこともできると思いますので、昨日は僕の勉強不足で、100% のお話をできませんでしたが、このようなことを覚えていただくと、ラウドネスがバッチリ測れますので、皆さんはこのアナライズ機能、機能は言わなかったこの機能を使って計測するのが一番正確でいいと思いますので、ぜひこれをやってみてください。では、機能の補足兼新しい機能を説明しました。僕もやってみてですね、他のソフトと違って音楽ファイルだけじゃないところがこれの優秀なところですから、皆さんも無料ですから便利に使いましょう。今日も一応ダウンロードの URL は概要欄にも貼っておきます。では今日もご視聴ありがとうございました。またねー。